戸田忠之は、江戸時代後期から、明治時代前期にかけての大名家臣、後独立の大名。下野宇都宮藩の重臣、後に、下野家公徳藩の初代藩主。江戸幕府若年寄りでもあった。文化六年、宇都宮藩の重臣、田中忠州の次男として生まれる。文政元年三月に、家臣の木村倉之助の養子となったが、 文政十二年十一月、養子縁組を解消される。天保四年十二月二十三日、宇都宮藩の家臣となり二百国を治療した。天保十三年三月二十五日、重臣のマ家を相続し、六百国を治療した。後に家増されて千国となる。用人や番頭職を歴任し、高下元年六月に、過労、安政三年十月に、 上席画廊になった。文久2年ウルー8月14日、幕府が宇都宮藩の提出した三領宗保の建築を採用した。この頃、戸田政に改める。同年10月22日、藩は幕府より天皇領補修の命を受け、忠だは三領奉行に任じられた。文久3年1月21日、十五位した山和守に叙任する。 源氏元年1月29日に大名閣となり、同年7月12日に諸侯に加えられた。同年末までに、機内における量すべての補修を終了。慶応元年9月25日に、幕府はその功績に対し2000両を支給した。源氏元年に天狗党の乱が発生すると、水戸天狗党による藩への援助要請を拒絶したが、乱後、追悼しなかったために、 幕府から結託を疑われ、宇都宮藩は、道のくたなぐらいの原意法を命じられそうになった。しかし、三領重保の功労者であった忠幸が、朝廷に運動した結果、違法は中止となった。慶応2年3月、藩主、戸田忠友は、忠幸の功により一万国を分与し、忠幸は、公徳藩を起こした。同年12月28日、 幕府から金利付頭取との兼任を命じられる。慶応3年7月5日、若年寄との兼任を命じられる。慶応4年1月20日、新政府から、三予権会計事務係を命じられる。同年4月29日、京都裁判所副総督との兼任を命じられ、うる4月22日、14以上に昇進する。明治2年5月15日に隠居し、 長男の忠綱に家督を譲った。同年12月12日、明治政府は三両修復の債務に苦しむ忠行に対し、0千両を支給した。明治16年、死去、去年75、ありがとうございます。